なはプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。はい、今回は6月発売のドリームシフトとマジョリティブルーを投げ続けたいと思います。前回ですね、はい、マジョリティブルーだけ投げました。そこで今もうラインちょっと掴みましたので、ドリームシフトと投げ比べてどれくらい違いがあるのかをお届けしたいと思います。それでは早速1ゲーム投球しますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。さあ、じゃあ前回のおさらいで、まずはマジョリティブルーからいきます。マジョリティブルーが完璧にストライクになるところ、いきます。さあ来い。はい、ちょっとバランス崩れましたが、薄めのストライク、完璧じゃなかったですね。はい、でも大丈夫です。はい、さあまずは同じところドリームシフトいきます。さあ 75M のカバーストック、どれくらいの実力なのかいきます。さあどうだ。お、ジャスト。なるほど、もう一度。ちょっとマジョリティブルーバランス崩れてたので、もう一度いきますね。バランスが崩れなければジャストになるのかどうか、いきます。さあマジョリティブルーを投球します。さあどうだ。ちょっと薄いですね。フィニッシュ27枚。もう一度いきますよ。ドリームシフトの方がやっぱりねじれてるんですかね。マスバイアスもついてますからね。はい、しっかり先で曲がっているのかもしれません。もう一度同じところいきます。ドリームシフト6月は青系のボールですね。そうですね、こっちの方がやっぱバックエンドがしっかり曲がってるんですかね。今のも気持ち出てるんですけど、厚めまで戻ってきてます。ほぼ多分今3フレと4フレのライン一緒だったと思うんですけど、ドリームシフトの方がねじれて厚めまで行きました。ちょっとスペアもドリームシフトで投球してみます。はい、どん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 こうねじれてねじれてねじれて曲がってますね。なるほど、じゃマジョリティブルーちょっと薄めだったので、ちょっと試しに2枚右に移動します。はい、2枚右に移動してしっかり投げる。はい、OK、フィニッシュ22枚。 OK、 じゃあ同じところドリームシフトいきます。はい、多分ねじれるであろうと思いますが、さあ同じように投球します。ちょっと内か。あー、やっぱカバーストック強いですね。噛んで噛んで噛んで、まあパールなんで、あ、ハイブリッドなんで、そこまで思いっきりは噛んでないんですけど、でもマジョリティと比べると全然摩擦強いですね。その結果厚め360。さあカバードリームシフトで中から投球します。はい、OK、なるほど、ドリームシフトの方がやっぱりキャッチは強いです。そしてマスバイアスもついているのでねじれ方が強いですね。あんまりこう見てて激しく曲がっているように見えないんですけど、結果的にはしっかり厚めのリアクションしてますよね、残りピンの残り方が。さあもう一度どうしましょうか。こっちはもう一度外、その2枚戻った、あ、右に立ったところから、今5フレでストライクだったところを投球します。あ、ちょっと出過ぎだよこれ。はい、出過ぎて終わっちゃいましたね、大失敗。
さあ、あれちょっと狙いましょうか。はい、あれは2番ピンが一番手前にあるので、2番ピンの左側を狙います。薄めに行って、2番ピンで6と10を。あー、ど真ん中だ。はい、残念。行きますよ。ちょっとね、今外出ちゃったんで、ドリームシフトから行きます。ドリームシフトを中からやっぱジャストに行くところを投球します。オイルを使ってしっかりジャストのところ、最初ストライク取ってたところから1枚寄ります。さらにドリームシフトの最高の動き。はい、 OK、 完璧です。それではマジョリティブルー、マジョリティブルーでジャスト投球します。はい、球がね、手前からこぼれないように。立ち位置の差は3枚です。多分ここで外ミスしなければストライクです。いきます。ちょっと出たよ、ちょっと出た。はい、甘いな。外ミスしたらダメだダメだダメだって思うと外に投げちゃうっていう、私はまだまだ甘いです。さあ、もう一度2番、4番、10番になりました。今度6番ないんで確率はぐんと上がりますよ、取れる確率。さあ、行きます。狙いすぎ、当たらなきゃ取れないです。さあ、マジョリティブルーのなんか苦手がちょっと出てしまってますね。もう一度マジョリティブルー、はい、しっかり、これもうね、テンフレでラストなんでストライク取りたいと思います。ちょっとね、外をポンって強く投げすぎちゃってるんで、優しくいきます。これでしょ、熱い。やっぱりもうちょいオイル使わないとダメですね。はい、とりあえずカバーして、もうドリームシフト皆さん分かってますからね。これでスペア取って、はい、 OK。 さあ、最後マジョリティブルーストライク取りますよ。さあ、野々山プロがアナウンスをしております。それではマジョリティブルー、今やっぱ外投げすぎてて抜けて薄め抜けて薄めで、うちちょっと綺麗に絞ったら曲がってしまったのでオイル使います。はい、本日もご参加いただきまして誠にありがとうございます。さあ、来い。ちょっと熱いかまだ。はい、まあ、結果的に1枚の差ですね。今まだ厚めだったのでもう1枚寄るとドリームシフトとマジョリティブルーの差は1枚です。はい、ただですね、やっぱドリームシフトマスバイアスついてるのでぐんと曲がってきます。マジョリティブルーは比較的緩やかに、はい、切れてるんですけどね、比べると緩やかです。ですのでボールの曲がりの違い、ちょっと奥が強い奥が強い曲がりが欲しい方はドリームシフト、走り系が欲しい方はマジョリティブルーという感じで検討してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。